トレーニングしたいの。寒いな。今日ディズニーランド行ったら空いてるから。空いてる。また温まってんの。早く打ってよ。全然暖かくなってる。俺が動画撮ってるこの手が寒くなってきた。いいこと。早くして。早く打って。ちょっと冷えてると手首やっちゃうから。ここに置けば平気かな。ダメだダメだ。グローブ忘れたの。最低だね。よし、竹内輝樹の球を一球と。ダメだ。お前。はい。プロゴルファーの目線。プロゴルファーじゃないけど。お金ない今。マジ財布に0円。そうだ。本当。マザー入ってる。入ってない一個も。おい、人の財布を勝手に見るんじゃないよ。入ってんじゃん。1000円入ってんじゃん。1000円返す。ふざけんな。1000円しかねえんだからやめてくれ。俺も1000円返す。頼む頼む頼む。なんで1000円入ってんの。頼む頼む頼む。なんで1000円入ってんの。俺に1000円借りたの。頼む頼む。それしかない。それしかないんだ。1000円1000円しかないんだ。マジで金ねえんだよ。挟んだから飛んじゃうから。金ない金ない。じゃあ分かった、つけとく。何また借金生活かよ俺。3000円で。なんでだよ。価値だ。1000円しか借りてねえじゃねえか。どうせまたほら来週勝つから1000円2000円。1000円1000円2000円。なんで利子がつくんだよ。片手うまいな俺。うまっ。何そのやつ。テレティックのやつ。テレティックのってか浅地先輩のやつ。よくもらうよね。ほんと人のクラブでしかゴルフしない男だよ。ほんと早く打ってよ。ねえ、こんなに動画撮ってもさ、サブちゃん上げてくれんのかな。ねえ思わない。その後ろにサングラスかけてるのかっこ悪いよ。なんでこんなかっこいいのに彼女ができないんだろうね。ね、聞いてる？ちょっとこれもう自分で撮ってよ。もうと俺で、俺も練習したいの。終わりかな。あ、終わり？もう帰る、帰ろ、帰ろ、帰ろ。完璧だ。帰ろ。よし、終わり終わり。帰ろ。じゃあそこに置いたら俺はお茶飲めないじゃん。お茶飲みたいんだよ。マジでねえ。カメラマンしてやだよ。俺練習させてよ。俺練習したいの珍しく。したいの持ってじゃあ俺が。あれ買ってよ。あのスマホ置ける三脚みたいなやつ。経費で買う。帰りで買って。経費で買う。会社の経費で買う。会社の経費絶対落ちる。出るよ。ね、ちょっとはい、ちょっと前から撮って俺のこと。ちょっとついでに見たい。撮られたがりですね、この人は。本当にやかましいやつですわ。普段カメラが回ってなかったらもう10球って椅子に座って休んでますよ、ね。笑っちゃったよ。大体10球打ったらもう椅子に座ってタバコ吸って、また5球打ってはタバコ吸って、大体40球ぐらいで帰ります。雑なスイングですね。リズムもめちゃくちゃ速いし。1、2、3。よいし
ましょう。終わり？あ？終わり？終わんないまだ。この辺に置いたらいけんじゃない？ほらほらまたまたそうやって。そんな無理だよ無理無理。無理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 。顔しか映んねえそれ。わかったわかったわかった。これだ。あのよくいつもよくインスタに出てるやつにしようよ。どうやってやるんですか？できないよ絶対絶対できない。絶対できない 100% できない。そう打てないじゃん。これなんか置かなきゃダメだよ。バックスイングが当たります。え当たります。これ当たらないように打つ練習だよ。無理だよ。そんな早くヘッド上げたら俺絶対無理だ。もっともっともっと後ろもっと後ろ。よしスリリングめっちゃインサイドから入れないと当たっちゃう。ちょっと待って、終わり。俺アウトサイドから入る人なんで、もうちょっともうちょっと後ろしてよ。よし、これでいける。いいだよ。スリーいいかもしれん。どうだ今のいいと思う。どういう感じだった？全然カメラワーク入ってない。入んないのか。ちょっと待って、これ全然ダメだな。やめろ。くそかな、これ。全然当たんない。寒いよ。あ、おっきた。この練習方法いい。兄さんから。フック嫌いなんだけど。ショート大崎じゃないからフック嫌いなの。テルックアプローチ下手だからな。武田さんがこの前の話面白かったよ。600球の顔が来たら9割アプローチや。面白くなかった。疲れるのが嫌だから9割アプローチ。てるてる、この傾斜で止められるかな。止まった。じゃあもっとスピンかけましょう。ダフった。下手くそ。あー、またダフった。バックスピンした。4パ止まんないよ。4パ何もやってないもん。何もやってない。平面確保してないもん。何
にもやってないって言いましたね。平面加工してない、このピッチングみたいな50人。右に滑って、クラブですか。インチキクラブ。インチキクラブじゃないよ。いいクラブで。ね、ちょっと直して直して。して。プロ瞬ですから、メッシュして、だからまずグリップを直しましょう。グリップをベースボールグリップで、はい、いいですね。右手は指にかけるだけです。どういうこと、左手だけで握るの。右手は指3本ぐらいこうこうやって引っ掛けるだけ。そう、はい、無理だよ、打てないよ、止まないよ絶対いや打てるよ、大丈夫、こっちしか触れないじゃん。トップで右の手のひらにクラブの重さを乗せて、もうそうですね、そういう感じですね。それで、そう、そしたらあとは体回すだけ。無理だよ、打てねえよ。打てるよ、大丈夫だよ。全然取っ手に乗ってないよ。無理だよ。超アップライトだって。無理だよ、左にしか行かねえよ。いやだからアップライトになってるから左行ってるんだって、インサイドから入ってきてないんだって。なるほど。まあまあ。いいじゃん。相変わらず俺って天才だね。それでやりなよ、何でもできるね。こういうことか。ちょっと上から入りすぎやけどね。無理だよ、無理、終わり。これでよくゴルフやってるな。手痛くねえの。ちょっと待って待って、長い手痛い。7番アイアン一緒でしょ。一緒。これでもすごいオープンスタンスにしたくならない。ああ、したくなるかもね。あそこに飛んでいくの。ねえ、シャンクだ、シャンク。右にしか飛ばないけど、うまっ、めっちゃ痛まねえんだこれ。なんでこれピンに止まらないの逆に。さっきと言ってることがもうめちゃくちゃだよ。左向けばいい、左向けば、左向いて、ほら、いやそうやって打ってるもんだって俺。止まないこれ。いや
それはクラブの使い方が下手くそ。10ヤードぐらいとかないよ。もっと外に出さないと。こういうこと？うん、いいじゃん。そしたら飛ぶで。フェンスどうやって管理してんの？管理、フェースの管理はインサイドから入ればオープンフェースで当たるし、外から入ればシャットに当たるってイメージ。こうやって当てればいい。フェースの管理してないな。軌道の管理だけ。そういうこと？よいしょ、シャンクだよ。でもすぐシャンクしてもドローするでしょ。ナイスクラブ。ナイスクラブじゃないよ、スイングがいいんだよ。どっちロングサブで握りたくなるの。シャンクしたの。シャンクしたけど。分かった。え？分かった。分かんない。もうちょっと教えてちゃんと。もういいスイングしてる。いい球持ってる。フラットになった？フラットになってる。まあまあなってるよ。テーフィンガーじゃなくできないわ。分かんない、やったことない。左しかいかねえや。もうなんだろう、左手ピュッて力入っちゃうからね。いや右手か。オーバーラップでやればいいの。オーバーラップでやったの入っちゃうね。なんだこれ、テーフィンガーと左いかねえな、不思議。テンフィンガーの時の方がやっぱトップでフェース開けてる。テンフィンガーの方が、うん、違う、それ握れないからでしょ。だからいいんじゃない。テルクみたいな名前だった。いい球ってこと？プッシュスライス。いやいやいや、俺プッシュスライスなんかしないから。プッシュスライス。テルクがよくやる、あーってやつ。ええ、戻ってくる。お茶のとこに置いとくから取っとってあげるよ。なんかコメント しながら撮ってみる。だからコメントしながら撮ってって。ただの打つ動画で翔太さんの動画で。そうだ、翔太さんと一緒やっちゃう。無言の練習動画バーン打ってビッて切るだけ。最初あの人再生回数が伸びないだろ。さ、あの人さ、俺らいなかったら動画のセンスないじゃん。基本無言多いじゃん。そんなことない。無言多いじゃん。失礼極まない。無言多いから翔さん。基本無言だから。そんなことない。勝也さんいなかったらマジで。誰かがいなかったらどうにもなってない。そんなことない。脚本書こうや。誰か脚本。脚本書いたってお前脚本通りに演出しないだろ。いや結構してるよ。PGA ツアー勝った人のスイングをその次の週ちょっと意識するっていう。うちの親父みたいじゃん。007見た時は007。そう、ミッションインポッシブル見たらトム・クルーズ。そういう感じ。今週のテーマトム・クルーズ。そう
今週のテーマダブルセブン。俺のテーマある。いきなりボンドマティーン頼み始める。ほんで大体記憶なくなって家帰ってきてダン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 ってぶつかってめっちゃいきなり俺の部屋開けておい水っつってショウゴはテーマ俺のテーマジェット尾崎です。ジェット尾崎真似しようか。ジェット尾崎真似する。怒られるよ。怒られる。やる。ちょっと似てる。ちょっと似てるかな。超たまにないように見て。右フック。大体。めっちゃ当たった。ちょっとなんだよ。俺ドライバー打ちたいね。練習したいちょっとやめてくれよ。